パトバスジョジス、今日もみんなの教えに火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、名古屋に来たらね、ここぞというお店にやってきました。はい、今日の激辛ですね。はい、お店紹介します。今日のお店がこちらです。はい、今日は台湾料理味仙さんに来てます。台湾ラーメンといったら名古屋なんでね、そこを今日はちょっと、アタックしたいと思います。はい、じゃあ早速この名古屋の第1回目の激辛修行行きましょう。レッツゴー。あー、はい、やってきたんですけど、この台湾ラーメン味仙さんですね。はい、で、先ほども注文済ませたんですけど、今日挑戦するメニューはこちらの台湾ラーメンなんですけど、この一番辛いのこのイタリアン辛いソースと星マックスレベルということで、この激辛センサーがブルブル反応してますけど、どれぐらい辛いのかなって怖いですけど、ね、すごいちょっと香ばしい香りがしますけど、うん、来ました台湾ラーメン。イタリアンラーメンがこちらね、イタリアンがこれを入れていただくとイタリアンです。これを入れるとイタリアン、はい、で自分の好きな分だけ入れていけば、まあ、辛さが調節できますので、いっぺんで全部入れちゃうと辛すぎちゃうと思ってないので、100人挑戦したら何人の人食べれますかこれ。7割ぐらいかな。7割、はい、分かりました。3割の方はびっくりしちゃって食べられないかもしれない。任せてください、激辛ファンタなのでよろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっとずつ入れてください。ちょっとずつね。ちょっとずつ。うん、ああ、いいね。これひき肉の香りがすごいですね。これがやばいらしいですね。これちょっとずつ入れた方がいいということで、まあちょっとひとまずね、これ入れないで、通常の台湾ラーメンからちょっといただきましょうか。じゃあ早速行きましょう。いただきます。はい、じゃあ台湾ラーメンさんお手並み拝見ということでいただきます。あ、うまい。おいしい。これうまいわ。うまい。ニンニクの風味とひき肉がマッチして、この唐辛子も結構色こう入ってるんですけど、程よいピリ辛具合で、これうまいですね。これうまいわ。この通常の台湾ラーメンの状態だと、まあ、辛さレベル3ぐらいですかね、非常にうま辛レベルですけども、じゃあこの問題の、うわすげえ、何これ、ちょっと弾力ありますけど、このすごいね。これがやばいんで、ちょっとこれを入れていきましょう。ちょっとずつね、投入。あ、全部入れちゃった。入りました。ちょっとじゃあこれちょっと一飲みしてみますね。辛い。食べたことあります？名古屋人ですから。あー、このイタリアン辛いですね。これだいぶしびれが効いてますね。これちょっとずつ入れてくださいって言われたんですけど、もう全部入れちゃったんですけどね。間違いかも。よくスープに絡まして、はい、熱っ。急に熱くなってきましたけど、悪魔と化したこの台湾ラーメンをちょっとすすっていきたいと思います。いただきます。スープから辛さが結構倍ぐらいに増してます。晴れスープが一瞬にしてこう真っ赤になりましたよね。これもう頭皮に汗が、ひき肉がうまいわ。これ辛いですよ。辛いですけどひき肉が香ばしいですね。程よいピリ辛具合じゃないですけど、ニンニクとひき肉が合いますね。この麺に絡みついて美味しいです。辛いですよ。辛いですけどめちゃくちゃ辛いです。うわうまい。パーシャレになんないわ。あ、ここで一発いっときましょうか。ここへ来ました。強気タイム。どん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 、今日もびっちゃこしょびっちゃこ。
見てください、この汗の量。もうグロッキー状態ですよ。熱っ。やばい、もうこれもね、毛根が開いて髪の毛すぐ生えてきそうですけども、ハゲじゃないですよ、刈り上げてるだけですからね。完食できない人がいるっても分かりますわ。これ辛いわ。残りわずかなんで、ちょっとラストスパートかけていきますよ。下に行けば行くほどめちゃめちゃこの辛い。というわけで食べ終わったんですけど、ごめんなさい、GoPro だけ回ってたようでね、ちょっと食べてる様子はね、こっちちょっとまたスイッチのお知らせで、すいません、ごめんなさい、本当に反省してます。でもこの、ね、見ての通りめちゃくちゃ辛いです。もう汗がもうびちょこーですね、今だいぶ汗引いたんですけど、結構辛かったです。結構辛い。まあのイタリアン、あの辛いソースを入れる前のイタリアンはまあ辛さレベル3ぐらいですかね。まあ、辛いもの好きに程よい旨辛具合で、ピリ辛具合で美味しかったです。はい、まあ、辛いの苦手な方でもまあちょっと食べれそうかなっていうレベルです。はい、非常にね、ニンニク風味が効いて、ね、ひき肉も香ばしくて、非常に美味しくすすれました。でさらにその後にイタリアンをね、こうね、ぶち込んで食べたんですけど、まあね、化けましたね、悪魔と化しました。牙を剥きました。結構辛い、辛さレベル、そうですね、辛さレベル、じゃらららららら、じゃら、辛さレベル7です。さよならね、イタリアン7です。7、結構辛い。食べてる時にね、まあ、ウーロン茶とか水の飲んだら余計辛いって言いますけど、飲まない方がいいですね。ちょっと、飲んでたら、手こずってたかなと思いますけど、辛い、辛い、辛い。今回のはね、非常に、旨味を感じつつ、辛味も感じれる、非常に病みつきになる一品です。スープも、あれ、スープじゃねえや、スープもね、美味しかったんで、麺を食べ終わった後に、ね、ご飯を入れて、猫ワンマンにすれば、二度美味しいということで、ぜひ皆さん寄ってみてはいかがでしょうか。はい、非常に名古屋駅から近いでね、ぜひ寄ってみてはいかがでしょうか。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新してますんでフォローお願いします。いや、台湾ラーメンでなんでね、イタリアンなのっていう話ですけどね。中華料理じゃないのかこれ。忘れろ、なんでイタリアなんだ。チャンネル登録